ドラールスペースコミュニケーションズは衛星通信を主力事業とする企業であり、アメリカ合衆国デラウェア州で設立された。1996年にドラール社が91億ドルでロッキード・マーティンに防衛用電子機器事業を呼び、システムインテグレーション事業を売却した時に、その残りの事業を束ねる形で設立された。2006年には長らく同社を率いてきた。 バーナード・エル・シュワルツが引退した。現在、ドラールはカナダ公務員年金投資委員会とともに、テレサットに投資しているほか、エクスターの持ち分所有や、国内外の数々のジョイントベンチャーに参加している。1998年3月20日、ドラールは、オリオンネットワークシステムズ社をおよそ4億7900万ドルで、株式交換により買収した。2002年1月に、ドラールは、 1996年の中国でのロケット打ち上げ失敗のレビューにおいて自社が関与する内容について情報を開示することで米国政府と和解に達した。ロラールはまた在場認否をせずに1400万ドルの罰金を支払うことに合意した。ハウス特別委員会によるとロラールはシュワルツ CEO の下で 中国政府に対して、車載型大陸間弾道ミサイルの誘導システムに関する助言をしていたという。防衛技術安全管理局は、ロラールは深刻な輸出管理上の違反行為を犯し、また、この行為によって、打ち上げ機及び弾道ミサイル、そして、特にその誘導システムの全体的な信頼性を改善する可能性があり、中国に、 多大な利益をもたらすものであると結論付けた。結局、ロラールは武器輸出統制法違反事件で過去最高額となる合計2000万ドルの罰金を支払うこととなった。2003年7月15日にはロラールと一部の子会社は連邦倒産法第11章の適用を申請した。適用申請に伴ってロラールは債務を減らすためにインテルサットに 北米の衛星群を売却すると発表した。ロラールの再生手続きは2005年11月21日に完了した。2006年2月1日には、ロラールスペースコミュニケーションズの子会社が強力な広域空対通信衛星であるテルスター 11N の製造を開始した。2007年10月5日には、ロラールスペースコミュニケーションズと、 カナダ公務員年金投資委員会がテレサットをベルカナダから32.5億カナダドルで買収するために必要な最終認可が規制当局から下り2007年10月31日には買収手続きが完了した。これによりドラールは新たに設立されたテレサットホールディングスの64%の株式と33.13%の議決権を保有する親会社となった。 同時に、テレサットがロラールスペースコミュニケーションズの子会社であるロラールスカイネットと合併した。これにより、ロラールスカイネットのすべての資産はテレサットに移されることになった。2012年11月2日にロラールスペースコミュニケーションズは製造し、会社であるスペースシステムズロラールをマクドナルドデッドイラーに売却すると発表した。ありがとうございます。